今回の動画の尺が短いか長いかはここから先のガチャにかかっております。はい、というわけで今回もサカツクロードトゥーワールドやっていきたいと思います。はい、ゴールデンウィーク真っ只中でございます。さあ皆さん、ペレは弾けましたかね。本当にマグは楽しいゴールデンウィークを迎えております。ありがとうございます。ね、というわけでぜひ皆さん、ペレのための100連ご覧ください。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで決まりました。いや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 、ゴールデンウィークはもう本当楽しいですねって言いたいところなんですが、まだまだ育成の方は進んでおりません。アンカデュキャナンが退場になってる。ついこの間まで来ていた無料何連やりました皆さん。マグはね、結構やりましたけど、ボーナスがいないんでね、やっぱり900ぐらい回して初めて自力ごとついっぱいだったんで、やっぱ500程度では少ないですね。で、今のマグの、あ、でもゴールデンウィークで引きたかったから、ちょうどいいのかな。だから、3600GB 出して、ボーナス1体でもいいから獲得しておくべきでしたかね。ちょっとね、判断迷ったかな。あれだったらボーナス引いておいた方が良かったかもしれない。はい、というわけでじゃあやっていきたいと思います。5月今日何日だっけ、5月3日水曜日でございます。はい、じゃあ今週のお知らせ読んでいきたいと思います。いやー、やっぱりね、ペレは良かったね。まだ使ってないんだけれども。はい、というわけで、今週のやること、ででん、みんなで対抗マッチだそうです。ね。基本的に、このみんなで対抗マッチが来るときって、マグはね、あんまり他のイベントと合算されちゃってることが多いんで、このイベントって。だからね、まあ真剣にやってないですよね。で、まあ今回も、他のイベントがないんで、まあ皆さん多分リーグ戦をガンガン回して連携戦を、まあ鍛えていこうと。まあそういう一週間になるんじゃないかなと思うんですが、まあマグの場合はですね、まず、無料スカウトの方からやっちゃってるんで、まあでも一週間あれば両方マックス行くかなっていうふうにちょっと考えてます。で、今まずはね、ちょっとブラジルの方にね、留学に行かしちゃってるんでね、今回の SWCC に関しては間に合わないかなっていうところですね。まあそればっかりはしょうがないですよ。もう、しょうがないですよ。はい、というわけで、今週のこのみんなで対抗マッチ、まあいっぱい点を取ればいいっていうルールでございます。1ゴール1点。ね、どんなイベントでも結構です。とにかく1試合やって、1点以上とね、ちょっと点を取れば取るほどってやつですよね。さあ、というわけで皆さん、マグは足を引っ張る可能性が高いですね。本気メンバーでリーグ戦回せるわけじゃないから、9対0なんて取れないしね。はい、というわけで、マグはなんと、エジプトでございます。マグと同じエジプトに選ばれた方、ね、ご愁傷様です。ということで、ね、ね、真面目にやらないでしょうから、ね、先に謝っておきます。はい、というわけで今6位以内の中で、5位ですね、エジプトは。ね。ね、さらに、ね、レーザー光線当てるのはやめましょう。はい、というわけで今1位はセネガル、2位ガーナ、3位カメルーンなんですけど、まあどういう感じになりますかね、わかりませんけれども、とにかくね、AP50 マックスだったんで、一旦リーグ戦をぐらっと回してみたんですが、マグはそれで76点取ってんだ。AP50 で70点なんだ。もうちょっと取れそうですけどね。まあ、これに関してはポカリも飲まないんで。グループ内順位は2400位。全体の順位では1万4000位っていうことなんでね。まあ、1万もゲームを遊んでいる方がいらっしゃるということだけでも満足です。はい、というわけでみんなで対抗マッチ頑張っていきましょう。はい、じゃあ次、お知らせ読んでいきたいと思います。はい、というわけで、今回は、今週のやること、ででん、SWCC もお忘れなく、ちょっとね、マグと同じようなプレイスタイルで、ソシャゲを遊んでいる人だと、結構陥りやすいのが、休日に回さないっていうね。これはね、ちょっとね、マグもね、うっかりしかねないのよね。やることいっぱいあるからね。なので、通勤時間にポチポチやっている人たちはね、忘れがちなのがこのね、休日のね、サカツクなんですよ。なので皆さん、うっかり一次予選参加し忘れたとか、
うっかり二次予選参加し忘れたとかね、マグみたいなことのなきようにマグはなんだ、東京オリンピックかね、柔道見ちゃったらすっかり忘れるというね、まったくやっちまったっていうね、そういうことがあったらね、皆さんもぜひお忘れないようによろしくお願いします。というわけで今回はやることがもう終わってしまったね、今回の尺は短そうですね、なので、ちょっとマグのここから見れないか、あ、今ここにいるんだっけ、今ちょっと編成してるところなんでちょうどいいですね。まあこの無料選手、結局皆さんどうでしたかっていうことで、マグはね、ちょっとね、ちょっとメモは書いたんですが、バラバラにメモを取ってしまったんで、全部で、560連、無料スカウトを回すことができました。その中で、まず、ゴルコチェアに関しては、ちょっとめくれないね、片手で。片手で全然めくれない。そうですね、ゴルコチェアはね、3体。カルデノフじゃない、誰だっけ、アムロノスも3体。カベラーニも3体。なんかね、3体だらけなのよ。アイテムも使いたくない。ね、そんな感じですけれども。アウゲンターラーも3体。ホンウィックはね、結局1体確保できました。なんとかね、こう、滑り込みでホンウィック1体です、これは。なので、引かなかった人はいないですね。よかった、危なかったよ。で、デュキャナンが一番多くて4体。デマパリが、もう3体なんだね。ヤルデノフも3体。アールバスだけ2体か、ちょっとここだけ引っかかりますね。メラも3体。ゴルケーヤが2体ってとこですかね。なので、まあ、結局自力ごととはできませんでした。過去にやったやつの中では900連これを回したことがあるんですが、無料900連回したときは、ごとつ選手だらけになったので、やっぱりまあ、ちょうど3体、ほぼ全選手3体で推移してきたので、900、1000、これぐらいまでいかないと、なかなか全員ごとつってのは難しいんですかね。まあでも、アイテムをね、まあ使ってなんとかっていう感じになるんでしょうけれども、まあちょっと厳しかったですね、マグにとっては。はい、というわけで、以上、無料スカウト560連の結果でした。はい、というわけで、じゃあ後半戦、ガチャの方行きたいと思います。一旦カット!今日は短いよ。はい、というわけで後半戦参りましょう。今回の動画の尺が短いか長いかはここから先のガチャにかかっております。直近のボーナス選手引きではマグは十何枚ものチケットを使って出ませんでしたね。今回はさ、やっぱりこうスパンと引いてスパンと今回動画をね終わらせましょうよね、本当に。はい、というわけでじゃあまずはお知らせ。はい、次、ピックアップスカウトボリューム46を開催します。今回の選手ラインナップはオランダ、得意戦術サイドアタックの3人、ステフェン・ベルハイス、ケビン・ストロートマン、デイリー・ブリント、この3名が来ております。ということでこちらも読みましょう。ほら、登場する新星5選手はボーナス選手です。この5月中に開催されるレジェンドマッチでポイントボーナスがつきますということなので、選手はいまいちですけれどもボーナスなんで引いていきましょうということですよ。頑張りましょう。アヤックス、カリアリ、アヤックスということでね、なんかあんまり使い勝手がなさそうですけれども、ボーナスのために引きましょう。はい、じゃあこの3名、オランダの3名が1体でも出たらやめます。はい、こちらチャールズ出たっていいんです、毎回言ってます。ただ今回見てよ、これ星5確定チケット20枚もあったらこれは引くでしょ、さすがに引くでしょ。というわけでいきますね。というわけでこれが引くか引かないかでマグの尺が短いか長いかが決まりますね。たまにはいいんじゃないの、15分ぐらいのサクッとした動画もね。はい、じゃあいきます。一人ずついきます。
さあちょっと頼みますよ。一発でオランダのなんちゃら、わかんないこれじゃあ。 EX パワフルフィードエルネニーはね、アーセナルだからね、取っといてるからね、自力ごとするまで引きます。ありがとうエルネニー、いいよじゃんじゃん来ていいよ、アーセナルだからね。正直ね、ここ最近のアーセナルでちょっとね、ロコンガがイマイチだったんでね、エルネニー使ってみたらすごくね、スパンとハマりましたよね。ここをブレイクドリブル持ち、これは普通に使えますね、いいですね。なかなかね、マフレズ、いやーもうね、マフレズはね売っちゃってんだよね。でもこれはブレイクドリブルを誰かに食わせるために取っとくかも。マフレズを使うことはないでしょう。いいですよ、こうやってあの付加価値のついてるね、なんかスキルがあるんだったらね、いいんですよ。全然引いてもなんともないよ、もう。だけどね、ちょっとね、やっぱりねボーナス選手そろそろ欲しいですからね。 LWG、 さあ誰なんでしょうかね。ノリート、ノリートはいらんな、これはいらんな、売却の可能性が高いです。はい次、さあ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 、なんだか嫌な予感がしてきましたよ。ちょっとシュート職人だけ、まさにチャールズなんつったらかっこいいのにね。フェラントーレス、これはどのトーレス、バルサなの、バルサなの、シティなの、シティでした、残念。はい、多分売るでしょうね。ね、いらないですねこれはね、売っちゃいますねこれは。きっとちょっと出ませんよ、なかなかおかしいですよ。ちょっとさあお願いしますよ、来い。左サイドバック、え、ブリントはセンターバックだよね、左もできるけど。ジンチェンコもそろそろいい感じになってきちゃったな。シティって結構俺選手持ってないから、あのシティ染めができなかったんだけど、できるぐらい引いてきてるよ。ちょっと今マフレズも引いてるしね、フェラントーレスも引いたしね、シティばっかり引いてる、ちょっと嫌。セバードリブル、左ミッドフィルダー、ムヒタリアン、これはローマだよね、もうさすがにローマだよね、アーセナルじゃないよね。で無料だからね、わかんないよね、ローマですよね、そりゃね。これを誰かに食わせよ。ね、セバードリブルを食わせよ。悪いけれども、ムヒタリアンを、なんとかする、ごとするつもりは、もとないですね。そう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 、いいぐらいに、尺を取ってくれるじゃん。イタリアって書いてあるし、もう。イタリアって書いてあるし、もうボーナスじゃないじゃん。ラノッキア、まあでもスキル付加価値付きならいいですよ。ラノッキアを使うことはないと思います。ちょっとなかなか引かないですよ今回も。どうしちゃったんですか、ノリート。もうやめてくれ、やめてくれ、おい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 、勘弁してくれよ、もう。え、今回さ、あれかな、このメンバーの中にブラジルの人っているの、ブラジルの人とか いたりはしない、ブラジルの人はいないんだね。あ、ブラジルの人はいない、アレックス・サンドロとかそういうのはいないんだね。あ、でもブリント左サイドバックだった、ワンチャンあったんだね。頼んますよ、ちょっと引いてくださいよ、引いてくださいよ、一発で。高速ドリブル、ベルハイズが高速ドリブル持ちかどうかわかんないな。リンガード、なんだか嫌な予感がしてきましたよ。ちょっとそろそろ頼んますよ。ねえ、まさかこれでね、ね、動画の尺を引っ張ろうなんていう気はこちら妄想ないんですから。アクイロッティの司令官、これは来たんじゃないでしょうか、これは来たんじゃないでしょうか。ストロートマン、アルベルト、アルベルト、おや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 、あ、ラツィオの方だったね。セリエ A のチームの故障がわからないことがバレてしまいましたね。セリエ A はね、ペルージャに中田が行った時ぐらいしかあまり見てないんですよね。
だいぶ前。 OMF はいないんだよな。この時点で違いますね。アルベルト、さっきも言った。いやー、アルベルトも売るだけだな。おい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 、20枚しかないのが半分いっちゃったぞ。どうしてくれんだ。半分いったぞ、もう。シチズンズ、もう、フェラントーレス。もうちょっと、あんたたちじゃないんだよ、来てほしいのは。まあちょっとあれかな。ね、ペレのための100連が思いのほか良かったからさ、ね、ジャンジャカ引いちゃったからさ、その時のね、あれでちょっと今、運気が減ってるんじゃないですかね。赤のガッツマン。もう意味がわからないもんね。フィル・ジョーンズは赤のガッツマンだったそうです。試合に出てるんでしょうか？無事なんでしょうか、今。そのガッツも、ね、あと、その光もあとわずかで消えてしまうんではないでしょうか。ちゃんと試合には出ているんでしょうか、ガッツマン。赤のパワーキューブ、もう赤って言うてる。ノリート、あ、違った、シャチリだった。なんかちょっとあれですね、ちょっとボーナス最近来なさすぎ。マグにポカリをまた飲ませる気か。ノーヒントはもう、これはもう分かりませんよ。チャールズかもしれないし。お願いしますね。ごとつしろって言ってんの、ルイス・アルベルトさん。そんなにごとつさせたいの？イギリキラーパスって何人にも使えない。ちょっと、ただ売るだけよ、ルイス・アルベルトは。ごとつはしないよ、悪いけど。いやもうコロンビア、オスピーナ。もうちょっと頼むよ。マジで頼むよ。オスピーナは売ってます。もう使ってません。ガンガン売りに出しております。やばい、あと5枚しかない。結局尺を使った。結構な尺を使った。ロンドンのエンジン。もうロンドン言うてる。エルネニー、はい、ありがとう。もうエルネにごとつできるね、本当に。マジでごとつできるね。しちゃおうかな。あと4枚しかないんだけど、ちょっと待ってくださいよ。ジャロロッソのサイドマスター、ムヒタリアン。まあムヒタリアンはね、まだね、餌になるからいいけれどもね。あと3枚になりました。おかしいな。早く引けると思ったのにな。どういうことかな、これ。やっぱり、ペレに全ての運勢を捧げた男。ストロートマン。カモン。ここでストロートマン。終わってくれ。頼む。終わってくれ。マーティッチ。全然引かない。なんなの、今回。ひどすぎる。かなりひどすぎる。やっぱあと2枚、21枚あったはずなのに。ボーナス選手は引かないの。その分、チアゴシューバを、まあ、オランダ来ましたね、オランダ来ま、あ、でも、違うか。で、これがストロートマンなの？あ、違うよね、センターバックだもんね。で、さっきね、見たけど、ブリントはセンターバックじゃなかったしね。これは違うんだよね。これは違うんだよね。オランダって書いてあったけど違うんだよね、この人はね。ラストになってしまいましたよ。何をやってるんですか、マグは一体。おい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 、ちょっとボーナス選手来てよ。オランダのゴールゲッター最後に隠れてました。はい、というわけでマグはどうやらボーナス21枚かかった。ベルハイズ。まあ引けなかったよりはいいけどさ、最後？なんなんこれ。はい、というわけで、マグのレジェンドマッチのためのボーナス選手は最後に隠れてました。いやいやいや、これはちょっとへこむなぁ。まあでもしょうがないね。あれだけチアゴシルバー引いたんだもんね。やっぱその、ね、その分、こうなるよね、やっぱりね。
今2体ぐらい引いたっけ。あ、ごとつできますね。というわけでエルネニーのごとつは確定ということになりましたね。いや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 、参っちゃったな。まあでもいっか。でも何にもならない。まあでもアーセナルのためにはなるんだよな。でもプティがいるからさ、別にいいのよ。プッチがいるんだよ、プッチが。ねえ、本当に。ちょっとね、モチベーションはだだ下がりですけれども、じゃあ、これ21枚引かせたのはね、ここで引くからですよね。はい、マグはリバウドを3枚で引く。マグはドゥンガでもいい、リバウドでもいい。この3枚で引く。どっかでまたかけら取り忘れたか、俺。はい、残念。はい、残念。カンドレーバー。さあ、かけらでマグは引く男。リバウドドゥンガ、かけらでお願いします。かけらから引くんです。山田ノーヒント、3でした。ファンフース店。さあ、ラスト。マグはここで、リバウドを引く。こらい。おお、なんかいっぱいずらずら来るとちょっとドキッとする。はい、ルイス・アルベルト、もう、お前の名前は聞きたくなかった。はい、というわけで今回の動画良かったという人は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、ね、21枚も、確定星5チケットを使ってしまったマグの心は少しでも慰めになると思います。よろしくお願いします。はい、というわけで気を取り直してボーナスガチャね、引けたんで、レジェンドマッチ回したいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。あー、また集め直したよ、星5確定チケット。1回でポンと引いてよ、もう。